関東や東北は、今日も気温が三十五度以上となり、危険な暑さが続きます。東京都心は、六月としては初めて、二日連続の猛暑日となりました。北日本から東日本は、朝からよく晴れて、気温が急上昇しています。東京都心は、先ほど三十五度に到達し。六月としては、観測史上初めて、二日連続の猛暑日となりました。 埼玉の越谷や東京の練馬でもすでに35度以上を記録しています午後はさらに広い範囲で猛暑日となる見込みで予想最高気温は前橋や埼玉の熊谷で36度福島や富山で35度となっていますまた今日は北海道や青森でも30度以上が予想され全国的に真夏の暑さとなります 室内では冷房を適切に使い、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。厳しい暑さは明日以降も続く見込みです。